も死にも全くできていない居抜けの状態で誕生しました。この居抜けの模様がはっきりするのは約生後1ヶ月経ってから、この居抜けの模様の手がはっきりとしまいます。1ヶ月経った時は体重も生まれた時197g でしたが、1ヶ月で 1.2 キロほどまで成長いたします。昨年末、このように歩けるようになり、最近では足腰もしっかりとして歩き回る姿、皆様にご覧いただけるようになってまいりました。まもなくしますと、こちらの精神も日登りの練習を始めるところです。最近ですと、約1時間ほどこのように歩き回り、足をした後は疲れて眠ってしまうということもありますので、どうぞ皆様、この貴重な歩いている姿、ぜひご覧ください。パンダの生産はとても早く、1歳になる頃には体重も約30キロ、2歳を迎える頃には体重60キロまで成長いたします。アルペンサンワールド内には、パンダの本当に季節の季節、パンダラッピークラス、豚のパンダ、大きい